皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。国家経済開発庁は古くなり混雑しているニノイアキノ国際空港の改修プロジェクトを承認しました。1706億ペソの予算で乗客ターミナルの容量不足や航空機の制約などの問題に対処し、現在の年間の乗客のキャパシティを3500万人から6200万人に増やすことを目指しています。プロジェクトはこれに加え、乗客の体験とサービスの質を向上させ、長い待ち行列や待ち時間を防ぐことを目指しています。政府は今年中に企業を選定し、来年早々にプロジェクトを開始予定です。おそらく改修作業はフィリピンタイムでのんびり進むでしょうから、いつ完了するか全く想像ができませんが、期待して気長に待ちたいと思います。7月24日から予定されている3日間の交通ストライキに参加するジープニーなどの公共交通機関の運転手や運営者に対し、陸上交通許認可規制委員会は彼らの免許が停止または取り消される可能性があると警告しました。このストライキはマルコス大統領の国家元首演説と重なる予定で計画されており、政府を恥ずかしめることを意図しています。このため参加予定のジープニーはマニラ首都圏に限られると想定されています。以前の似たようなストライキでは約 9% 程度のジープニードライバーしか参加しなかったとのことで、政府は今回のストライキもあまり心配していないようです。ジープニードライバーとしては免許停止や取り消しは死活問題でしょうから、やはりストライキに参加しないドライバーが多いだろうと私は見ています。ダバオ出身の19歳女性の死体がセブ市で箱に詰められた状態で発見されました。犠牲者の手と足は針金で縛られており、絞殺された可能性があると推測されています。また遺体に打撲痕があるため、死ぬ前に拷問を受けた可能性もあると推測されています。警察によると、彼女は親から逃げた後6月11日にセブに到着して仕事を探す目的だったとみられています。若い彼女の身に一体何があったのでしょうか。こんな痛ましい事件は本当に起こってほしくないですね。事件の原因が究明されましたら続報させていただこうと思います。マニラ首都圏を走る LRT1 は新型車両の段階的な導入を進めており、来年中には全ての車両が導入される予定です。このプロジェクトは JICA、三菱、そしてスペイン企業の CAF が協力して取り組んでいます。新型となる第4世代の車両は従来モデルと比べてエネルギー効率の向上、メンテナンスコストの低減が可能で、毎日約80万人の乗客が恩恵を受け、パサイとバコール間の所要時間がこれまでの70分から25分に短縮される見込みです。パサイとバコールの区間が25分というのは魅力的ですね。フィリピンと工事にぜひ使ってみたいと思います。フィリピンでは家の中のものが突然なくなったり見つかったりするのはデュエンデのせいだと言い伝えられています。デュエンデはスペイン語で妖精、小悪魔、いたずら者の意味ですが、見た目はゴブリン、ドワーフ、エルフに似ているそうです。ちなみにデュエンデは子供にしかその姿が見えないそうです。あなたの身の回りでもいろいろなものがなくなっていませんか。もしかしたらデュエンデという名のフィリピーナがいるかもしれませんよ。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。